はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もユナイトをやっていこうかなというふうに思うんですが、今回はね、海外リーカーの方が、ミューのプレイ動画を出てたというところで、そちらをね紹介していこうかなというふうに思います。で、ミュー自体のね、技など特性とかユニット技などね、ちょっと紹介してなかったなというところもあるので、軽く、紹介してさせてもらって、その後動画を見ていこうかなというふうに思います。はい、もうね、あさってぐらいに実施されるっていうふうな感じなので、もう皆さん知ってるかもしれないんですけど、まあね、動画もあるので、もしよかったら見ていただければなというふうな感じです。はい、まあ、早速見ていきましょうか。はい、はい、まずミュウなんですけども、アタック型になっております。で、ミュウの特徴なんですけども、はい、ポケモンがねレベルアップした際に2種類の技のうち1つ選んでいくことができると思うんですけど、ミュウの場合だと3種類の中から1つ選ぶことができます。でですね、技リセットを行うことで選ばなかった技を再度選び直して使用することもできるという点が特徴になっているというところですね。はい、まあ、ポケモン詳しい方がいればね、わかると思うんですけど、ミュウのね遺伝子には全てのポケモンの情報が含まれているという風なね、生態があるので、そういったことをね生かされているのかなという風に思いました。はい、まあ、また3種類あるんですけども、最初何を選んでいいかわからないよという風なね、初心者の方にも、まあ、気兼ねなくね技を選べて切り替えられるのでね、非常に使いやすくて、初心者にもね使いやすいおすすめのポケモンなのかなという風な感じですね。はい、まあ、そういった感じでね、ミュウがアタック型、また特徴などが、3種類の中から選べるっていうところがありました。はい、で次に特性になります。はい、特性なんですけども、シンクロですね。ミュウが技を使用するたび、自身と周囲の味方の移動速度をアップ。技を使うだけでね、自分と周囲の味方にバフをかけてくれるってところで強いのかなというふうな感じです。はい、で技に関しましては今から説明していきます。エレキボール、電気の塊で攻撃し、相手が失った HP に応じて追加ダメージと麻痺効果を与えるという風な効果になります。はい、まあこれピカチュウみたいな感じかな、多分ね。はい、でソーラービーム、光の束を発射し、一直線にいる相手にダメージを与えるという風な効果です。まあこれはね、はい、不思議花と一緒なのかなというところですね。はい、波に乗りながら突進し、ダメージを与えて突き飛ばす。波に乗っている間はシールドを獲得するというところですね。はい、まあ、ここら辺はみんな知ってるのかなというところですね。はい、でコーチング、指定した味方のところへワープして、シールドと攻撃速度アップを付与。さらに自身のマッチ時間が短縮という風な効果になっております。はい、まあ、ここら辺もね詳しく紹介できればなという風な感じですね。で光の壁、相手が通過できない壁を設置し、再度発動で光の壁を回収してミュウに注入させ、壁を通過する敵の攻撃力を低下させる。また光の壁を通過した攻撃技は範囲やダメージが強化されるという風な感じですね。デバフを与えつつバフがかかってくると、味方、自分たちはバフがかかってくるよという風な感じですね。はい、で次、高速移動になります。はいはい、高速移動なんですけど、指定した方向へ素早く移動し、移動速度アップ、使用回数は2回までストック可能というところになっています。はい、まあ、技に関しては、この6つになっているのかなというところです。はい、で次、ユナイト技になります。ミスティックミラージュ、ミュウに追従するフィールドを展開し、自身とフィールド内にいる味方を移動速度がアップし、相手から姿が見えなくなる。フィールドが消えるときに範囲内の相手にダメージを与えるという風なユナイト技もありますと。はい、まあ、ここら辺もね紹介できればなと。まあ、動画に確か載ってなかったような気がするんですけど、ちょっとね見てみたいかなというところです。まあ、自分まだ見てないってところもあるので、はい、ちょっと見てみたいなという風な感じです。はい、はい、これからねミュウのプレイ動画を見ていこうと思うので、もしよかったら皆さんも見ていきましょう。はい、それではどうぞ。
はい、ミューのねプレイ動画はどうだったでしょうか。で、気になった点もあるのでね、もう一度皆さんと一緒に見ていければなというふうに思います。はい、でまずなんですけども、はい、まあ、ここら辺ね、技リセットボタンがあると思うんですけど、上のところにね、はい、ここが今リセットされたので、技をサイド3種類の中から選ぶことができるという風な感じですね。で、技リセットのクールタイムが40秒というところになっていますね。はい、なので、まあ、40秒経てばもう一度、はい、技をリセットすることができるっていうところになっているかなという風な感じです。はい、皆さんがね気になる点だと思うのが技の3種類のところだと思います。はい、今技リセットをして3種類になったと思いますね。ここら辺止めておきます。はい、ミュウの技のね特徴である3種類っていうところをね、技を3種類覚えるっていうところをこの画像から認識できたのかなという風に思っております。はい、でユナイト技に関してなんですけど、動画上でねちょっと載ってなかったっていうところもあるので、こちらをね無料配布された際に皆さんの手で、確認していただくのが一番いいのかなというふうに思っております。最後に、総評していこうかなというふうに思いますので、もしよかったら最後まで見ていただければなというふうな感じです。はい、はい、総評してね意見をまとめると、初心者の方でもねとっつきやすいポケモンになっているのかなというふうに感じました。はい、まあ、技見3種類からね選ぶっていうところで、ちょっと何を選べばいいかっていうところが難しいかなっていうところもあるんですけども、まあ、技のリセットを40秒に1回できるっていうところもあるので、まあ、いろんなね技を使ってみて相性が悪いな、いいなっていうのをね、自分なりのねミュウを見つけるっていうところでもね楽しめるのかなというふうに思いました。また無料配布っていうところもあるので、気軽なく皆さん遊ぶこともできると思いますし、まあ、今回動画に載っけられなかったユナイト技などもね、どんぐらいの威力、どんな技なのかっていうところがね楽しみだなっていう点もあるので、そちらはね自分も皆さんも一緒に確認できればなというふうな感じです。はい、まあ明後日実装されるというところなんですけども、新マップともにね楽しんでいければなというふうな感じです。今回の動画が面白いと思った方がいれば高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。